では解説はいつものように城小泉さん、濱田剛さんです。お願いいたします。よろしくお願いします。さあ城さん、まずはですね、今年の大まかな括り、傾向としてどういうことが挙げられますか？まずマニー・パッキャオの名前出さないといけないと思うんですね。そうでしょうね。でパッキャオに対されるのがフロイド・メイウェザー。この2人はね、並走って言いますかね、共に生き残りましたね。注目度だよね。というか、お互い星の潰し合いが実現しなかった。はい。そしてセルヒオ・マルチネス、あるいはマルケスさんに、それからビタリック・クリチコなんかベテラン勢の活躍がその見られましたね。そうですね。そしてメキシコですよ。マルケス兄弟、モンティエル、ソトなどのメキシコ勢の活躍が目立ちました。確かにね、グローバルな意味ではそういう国の台頭、台頭というかボクシング王国ですけどね、メキシコはね。じゃあ、浜さん、はい、浜さんはどんな特徴あるなと今年思いました？やっぱりヘビー級でしょうね。ヘビー級は、クリチコ兄弟の時代になっているわけですから。確かに。その中にデビッド・ヘイが割って入ったと。そしてクラスではフェザー級が目立ったですね。はい。フェザー級ではロペス・ガンボア、その強いチャンピオンの中に長谷川が割って入っていると。そうですね。あとスーパーライト級元気なんですね。アメリカンスピードある選手、そしてアレキサンダーサウスポー、ブラッドリーの場合には元気のある選手、みんな特徴ありますよね。 あと国で言えば、やっぱりメキシコは元気あるわけですけど、はい、カナダも元気あるわけですね。ユテ、そしてパスカル、こういった選手が出てきましたから ね。メキシコもカナダも、そういう世界的な傾向があったんですが、はい、中島さんはどうです？みんなびっくりしない、はい、私はですね、やっぱり10月のワオフェスでの西岡選手のパフォーマンスがものすごく印象的でした。よかったですね。やっぱりボクシングに全てをかけているとおっしゃるだけあって、やっぱり生で見る迫力とかスピードがすごいなと感じましたね。この内容、試合内容というのはですね、ファンの皆さんに訴える力が抜群になりましたね。ですよね。このラッシュとかもすごかったですよね。これはなかなかできるもんではないと思います。結果は圧勝という形、その内容が非常に、ね、いいと評価された試合でありました。はい。で、私はですね、いろいろ挙げることができると思いますけど、親子で世界チャンピオンになりました、バスケスジュニア。お父さんのシニアも素晴らしいチャンピオンだったんですが、はい、ジュニアもチャンピオンになりました。これ一つの特徴だと思いまして、ああいう選手がこれからどんどん出てくると思うんですよ。今このなかなかセンスを持ち合わせた、今右に映ってるのお父さんですけれども、はい、親子だから、もうこれ快挙と言っていいと思うんですよね。こういう選手がおそらく続いてくるんじゃないかなと思いますが、面白いですね。お父さんだからずっと見ていて、はい。それから軽いクラスではライトフライでセグラがですね、カルデロンを下しまして、これ軽量級の方で統一チャンピオンになります。これ一つの特徴だと思うんですよね。はい。